はい、今回はコペンに変な警告灯がついてしまいました。今日は、2023年の、3月9日、沖縄県の気温は24度なので、もう半袖でもうすごい汗かくぐらい暑いです。今日は、警告灯の話なんですけど、コペンには、アイドリングストップの機能がついていて、エンジンをつけると緑色でエコアイドルという、マークが点灯します。で、これは信号待ちとか車が止まった時に、勝手に、エンジンがストップして、で走り出す、またアクセル踏むとまたエンジンが勝手にかかって進むんですけど、これって、例えば右折待ちしてる時とか、先頭でちょっと行けそうだなっていう時にアイドリングストップしてエンジンが切れてると、もうワンテンポ遅れるのでちょっと危ないなと思って、僕はだいたいエコアイドルをオフにしています。アイドリングストップをオフにしています。でオフにするとこの緑のマークが、オレンジのマークになります。なので、コペンを運転している時にそのエコアイドルっていうマークが、緑で点灯をずっとしている場合はアイドリングストップが使えている状態で、それを切っている状態だと、オレンジでずっと点灯している、緑でずっと点灯しているか、オレンジでずっと点灯しているかのどちらかなんですけど、このオレンジのエコアイドルが点滅するようになりました。もう明らかに、初めて見る点滅なので、まあ、明らかに異常なんだろう、何かしらの異常なんだろうなと思って、ちょっとネットで検索したところ、エコアイドル点滅で検索したところ、まあ確かにこの異常は異常なんですけど、一番多い原因が、バッテリーが弱ってきてると、いうことみたいです。実際このランプが点灯し始めたのがもう去年の暮れぐらいだったので、まあ実は、もう3ヶ月目、丸2ヶ月以上は、この点滅の状態で走ってるんですけど、まあバッテリー交換の時期っていう感じみたいなので、もうこのコペン自体が4月来月この6また6ヶ月点検、メンテナンスパックの6ヶ月点検があるので、まあ、その時に見てもらおうということで、とりあえず点滅してても全然他に何の異常もないので、おそらくバッテリーが弱くなっているっていうことなのだと思います。で多分これバッテリーなんですけど、納車した時に、新品になっているので、そうですね、1年半ぐらい、3月でしょ、そうですね、1年半じゃないですかね、1年2ヶ月ぐらいでこうバッテリーが弱くなってるっていうことで、おそらくなんですけど、これちょっと改造して、エンジンがオフの状態でもう、屋根を開閉できるようにちょっと改造してるので、もしかしたらそれでを使いすぎてバッテリーの下りが速くなってしまったのではないかなと、思っています。まあ、その辺も含めて、ちょっと来月のメンテナンスの時に、見てもらおうと思ってます。